ということで、今日は埼玉県にある浦和駅東口にやってきました。東口に出るとすぐ目の前に浦和パルコがあります。3階特設会場に行きたいと思います。開催時期は8月25日から9月4日までとなっております。入り口はこんな感じです。当日券がある時間帯には丸印がついています。入り口で整理券をもらい、時間まで待ちましょう。先ほどの入り口奥に見えていたものになります。入場チケットとそのチケット売り場の後ろの部分になります。それでは早速中に行ってみましょう。中に入ってすぐにこのオブジェがあります。正面と横はセリフが書いてありました。オブジェの後ろはこんな感じです。展示会はテレビアニメで使用された絵コンテや原画の複製品が見れます。写真撮影ができるところは4箇所となっています。こちらはあやちゃんの等身大パネルとなっています。キラキラしていてすごく可愛かったです。こちらはあやちゃんの衣装となってます。ほんと見た目ウエスト細すぎ、自分にはとても着れません。アイちゃんが大人になったアクア君とルビーちゃんを想像してメッセージを残すシーンですよね。何度見てもいい光景です。出口のところには制服が飾られていました。星形の紙に皆さん思い思いのメッセージを書いていました。名前シールが作れるようなので自分の名前を作ってみました。100円玉がない場合でもすぐ横に両替機があるので安心です。A4 シングルクリアファイルの表と裏になります。使うのがもったいないくらいですね。缶入りコンペイトーになります。中身は普通のコンペイトーでした。続きましては石鹸入りマグネット缶になります。石鹸の方は3個入りです。マグネットの方はどこにつけようかなと今考え中です。ラストを飾る商品はこれになります。重曹を舐める天才子役フルカラーハンドタオルになります。有馬かなといったらやっぱりこれですよね。最後までご視聴ありがとうございました。